皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の高子録のテーマは、お金を稼ぐならそのプロセスも楽しむというテーマについてお伝えしてみたいと思います。私は経営のコンサルタントでもありますし、皆さんのご相談に乗るときっていうのは、自分の自己実現とか、生きがいのある人生をするために仕事を頑張りたいっていう人ももちろんいらっしゃるんですけれども、手っ取り早く分かりやすいのは、お金をちゃんと稼ぎたいっていうね、そういうタイプの人も当然いらっしゃいます。自立して自分でちゃんと経済を成り立たせるぐらいに稼ぎたいっていうね、そういう方当然いらっしゃいます。で、その時に、プロセスいろいろあるわけですよね。いろいろあります。例えば今までやったことがないことをやることが多いはずなんですよね。なぜならば今までやったことがあってできてることであれば、その方はすでに稼げているはずだからです。稼げてないから何か、新しいことをやったりとかチャレンジがどうしても必要になるんですよね。今のご自身の姿っていうのは、今までやってきた自分の姿がそのまんま反映しているだけなので、変わりたいというふうになれば変わることを当然やらなくてはいけないわけですよね。で、その時の、マインドというか気持ちの持ち方なんですけれども、新しいこと、私新しいことをやるのっていうのはそんなに苦じゃないタイプなんですよ。もともと性質的にワクワクしちゃうタイプで、逆にですね、ルーティーンみたいな同じこと、例えば動画を毎日上げるとかそういうのは全然構わないんですよ。毎日違うこと喋ってるから。そうではなくて、右のものを左に動かすっていう、例えばピッキングの作業とか、何かを貼っていく、同じ場所にきちんと貼っていくとか、そういうのを延々と何時間もやってくださいっていうのはダメなタイプなんです。で、それが好きな人、得意な人がいるので、それはどこに性質が向いてるかっていうことにもよるんですけど、私はそういう、自分にとって退屈してしまうなっていうことは割と苦手で、新しいこととかチャレンジすることっていうのはワクワクするから好きなんです。だからまずそこは私は起業をするっていう意味では有利だったんだろうなっていうふうに考えています。普通という言い方はちょっと変なんですけど、通常の人っていうのは変わることを面倒に思ったりとか恐怖を感じたりとか、なかなか前に進みにくいっていうタイプの人が多いので、その中においては起業家っていうのは常にチャレンジになるので、もともと気質がサラリーマンよりもそちらに向いていたっていうラッキーさはあります。で、話をもう一回戻します。チャレンジをするということはその人にとって場合によっては苦痛になることが多いケースもあります。はい。しかも人間は恒常性というものを、体の中に持っているので、変わりたくない、変わらないでいる方が楽っていう、性質 DNA もともと持ってます。だから変わろうとするとしんどいことが多いですよ。はい。なんだけれどもそのプロセスも楽しむって言っているのは、そういう方の方が私も含めてなんですけど簡単にうまくいっちゃうんですよ。例えばそうですね、 YouTube、動画を作りましょうみたいなことになった時に、やったことない大変っていうふうに取り組む人と、やったことないけどなんだか面白そうで取り組む人では、仕上がりが全然変わっちゃうわけですよね。だからやったことがないのは当然で、それをどこまで楽しいという状態のその大変の中に楽しみを見つけるかっていう感じですね。これができるとすごく楽しいです。だからお金を稼ぐイコール辛いことが待っているみたいに、ものすごく努力をしなくちゃいけないっていう考え方を持ってる人もいるんだけれども、必ずしも苦労しなくてもお金って稼げるケースがあります。要はその人が苦労と感じるか感じないかによってプロセスが変わっちゃうっていうことですね。私はもちろんお金を稼ぐために努力はしています。ただしそれは辛いというか必要な努力なんだよねっていうのを理解して努力を淡々とするっていう感じです。で、その過程で当然面白いこととか出会ったことがないこととかをやることによって、私こういうこともできちゃうんだっていう新しい自分を発見したり、新しい世界を見つけたり、新しい人の出会いとかを
感じたりとかすることとかもありますから、そういうことを楽しむことができてます。ですのでどの道やらなくてはいけないんであれば楽しんだ方が得ですよという、まあ、そういうお話が本日のお話でした。ですのでお金を稼ぐならそれが辛いことばかりではなく、その中に楽しみはあるはずだし、それを見つけていくのも皆さんのお仕事っていう感じになりますので、そんな、ね、観点で考えていただければと思います。それでは。